合羽延長グッズ第3弾販売開始のお知らせです。本日20日、21時より開始になりまして、12月4日終了となっておりますので、内容は、パーカー、エコバッグ、21年、メモ帳型カレンダー、特典動画となっておりますので、ぜひこの機会に、よろしくどうぞ。はい、カバージブロ、カッパ延長です。じゃあ今度はね、これ多分ニュース見た方いらっしゃいますかね。安倍前首相のね、周辺に捜査が入り、初めて海外でも話題になってるっていう、これ、桜の話ですよね。これまだやるんですかね。ちょっとね、一応記事の部分、さらっと、安倍晋三前首相が主催した桜を見る会、前日に、安倍氏の後援会が開いたこの前夜祭、をめぐって東京地検特捜部が、安倍氏の、公設第一秘書らから任意で事情を聞いていたことが分かったと、まあ、日本のメディア、まあ、毎日新聞なんかが報じていると。で、東京地検特捜部は、安倍氏側が合計800万円以上を補填していた可能性があるとみて捜査し、安倍前首相への事情聴取も検討している模様だ。そういう報道内容ですかね。で、まあ、ここから海外の反応になるんですけども、最初の人が、安倍の事務所がパーティーで違法に数千万円支払いか。数千万円なんて記述ありました？で、次の人、マジで？本当かよ。で、次の人、道理でお腹が痛かったわけだ。で、次の人、そして安倍のマスクで大金儲けた。で、次の人が先日着用してみた。まるで顔に小さなバンドエイド貼ってるかのようだった。で、次の人、我々は驚くべきだ。で、次の人、でも彼らはゴーンのような扱いは受けない。日本人だからね、外国人だったら話は変わってくる。次の人、もしかして彼がいくらか賄賂をもらっていたか予想はしないでおく。賄賂？次の人、安倍はゴーンのように公正な裁判を受ける前に留置所に入れられるべきじゃないの？で、次の人、頼むよ、もっとちゃんとしたニュースはないの？で、次の人、嵐がどうしているとか、次の人、こんなの氷山の一角だろ。で、次の人、5年間で800万円の支出ではなく、彼のことで他に捜査することがあるだろう。何ですかね。で、次の人、頼む、彼を逮捕してくれ。こういうこと言う人はもうね、どこの国の人かもうバレバレですけどね。次の人、彼は事務所のスタッフのせいにするだろうね。次の人、誰か逮捕されると思う？で、次の人、どうしてゴーンのように交流しないの？内容が全然違うじゃないですかね。で、次の人、トランプと安倍はまるでゴルファーとキャディ、クラブハウスの外で検察が彼らのことを待っている。で、次の人が、氷山の一角だよ。他の奴らはうまく逃げたかもしれないが、でも二人の嘘つき、トランプと安倍はそうはいかないだろう。まあ、こんな感じですかね。まあそうですね、おそらくもう某国の人じゃないかなっていうコメントがすげえあったんですけど、まあ某国とは違うんでね、まあ向こうではほら大統領はね、逮捕されるか不審死かどっちか知らないんで、まあそれと同じような展開にはなりませんとだけ言っとこうかな。まあおそらくですけど、今現状なんか分かっている限りの、ニュースからね、情報から判断すると、まあこれ秘書が安倍さんになんか報告漏れがあったとかっていう話でしょ。そうするとまあ秘書の責任が問われて終了なんじゃないかなって思いますけどもね。だって、なんだろう、どういうわけか海外の人たちのコメントでこのゴーンさんの話がね結構散見されましたけどね。だってゴーンさんは横領で逮捕でしょね。これはなんか飯をおごった疑惑で話を聞き取り、これが同じに見えるのはよっぽどじゃないですか。まあ何年もかけて氷山の一角が見えたと大はしゃぎしてるみたいですけどもね、調べるのはいいですけどね、こんなんで国会止めるなよと、ね、野党の人たちは仕事しろよって言いたいですね。これはまたこの桜のこの話でね、まあ辻元さんとかね、蓮舫さんあたりですよね、あの人たちはまたこのネタでね、来年も飯食うつもりらしいですから、けしからんですよね。何やってるんですかと、ね、バッチつけて日本の国会議員語るのは結構ですけど、仕事してくださいよ。だったらせめて。またこれで行くんですよ、来年。とんでもない話ですよね。だから結局、この人たちみたいな一部のこのね、反日パ欲、ね、この人たちの要は余ったれというか、まあこういうのをのさばらしてる、要は、
自由にさせてる、そのせいでね、なんかまるで日本が亡国みたいな目で見られちゃう、要はこの、なんだろうな、発展途上国史っていうのかな、うん、政治後進国扱いっていうのかな、うん、そんな目で見られちゃってる気がするんですよね。ほんと迷惑ですよね。まあ正体どうなのかなって調べればそんな一発なんですけども、まあだから結局ね、日本の文化にね、例えばなんかこう中国とか某国のこの文化って言ったらおかしいんですけど、なんかこういうのをこうごちゃ混ぜにしてこの切り離せないようにすること、これがまあ一部のなんかこうね、政治思想をね、偏った政治思想を持った人たちのこの悲願なんだろうけどね、ほんと迷惑なんでやめてもらいたいですよね。だからこんなのを見てるとね、もうやっぱこの反日勢、野党の人たちとか、パヨクの人たちとか、マスゴミ界隈の人たちとか、あの人たちってよっぽどこのね、安倍前首相、ね、安倍さんの存在がよっぽど都合が悪かった、よっぽど面白くなかったんだなって、今更ながらですけど。まあわかんないですよ。何かしら、違反といえば違反に当たることがあったのかもしれないです。でもそれはね、検察庁の仕事でしょ？なんだろうな、法治国家なんですから、ね、正しいなんか優先順位をつけてね、仕事をしてくださいよ、まず野党の議員の人たちはさ。またこんなね、蒸し返しでもなんでもないよね。また桜でこれでね、来年1年過ごすのかと思うと、もううんざりですよね。よほど日本をね、要は日本の未来っていうか先行きというか、ダメな方向に持っていきたくてしょうがないんだろうな、この人たちはね。まあ無理やりね、ゴーンさんと安倍さんをね、比べるとするならば、例えば従業員の首をね、もう片っ端から切りまくって、ね、年収で言うと10億円以上だっけかな、もらっていたのに、ね、コストカッターの役割が終わったのに、ね、それでも権力の座に居座り続けた、それがゴーンさんですよね。ね、言い方悪いかもしれないですけども、今となっちゃクズ中のクズみたいな人でしょ。一方ね、悪夢のね、もう日本の暗黒時代、黒歴史なんて言われたこのね、民主党政権時代、そっからね、この国、日本のね、経済を立て直した一国の首相なのに、でも年収で言うと4000万ぐらいでしたっけ、安倍さんは。どっちが偉大かなんて、もう比べるのも安倍さんに失礼なレベルじゃないですかね。こんなね、ゴーンさんなんかとね、一緒に並べて考えられたら、もうとんでもない話ですよね。そもそもこのね、桜のお話ですけどもね、この支援会、支援者とのこのパーティーで、その費用をこの上乗せしてあげるのって、じゃあぶっちゃけそんなに悪いことなのかよって話ですよね。だ、例えば山口から東京まで交通費や宿泊費やお金がかかってるんですよね。ちょっとサービスしてあげないなって思うのは、なんか人情というか普通の感覚であるんじゃないのかな。ね、汚職とかね、この賄賂でズルしてお金儲けしたわけでもないし、ね、選挙に落ちそうだから金ばらまいてどうにかしようとしてね、裏で手回してコソコソやっていたわけでもないんだし、ね、じゃあ例えばね、旧民主党、ね、鳩山さんの時なんかは、桜を見る会のこのスピーチ、聞いたらさ、完全に私物化してるじゃんよ。ね、民主党の時でさえ私物化してね、内輪で楽しんでいたんですよ、散々。まさに自分たちのことはね、きっちりよそに棚上げしといて、まんま亡国の人たちと言ってることやってること一緒。まあそりゃそうですよね、正体一緒なんだもんね。まあ厳密に言うとね、まあ黒か白かで言ったらそれは限りなく黒だと思いますけども、でもこの程度のことやってない政治家は逆にいないでしょ。ね、まあ何よりそのなんかこう証拠という証拠がないんで、だからまあ白扱いにするしかないんじゃないんですか。そういや民主党政権時代の時ってね、金融緩和しないでなんか1ドル80円ぐらいになったよね、超デフレだったのに。あの時お金すっとけばよかったとね、驚くほど無能すぎでしたよね。まあもう今更言ってもしょうがないんですけども、しかしまあ特捜部がこんな捜査するって、なんかそこはそこで落ちぶれてんじゃないの、ちょっとね。金丸さんなんか逮捕した時はすげえなと思った人も多かったと思うんですけど、ね、重箱の隅をね、もうつついて、なんか重箱もう割れそうになってるぐらいの勢いでつつき倒した結果ですよ。ね、5年で800万ほどの政治資金規正法上認められない支出があったと。元総理のスキャンダルとしてはあまりにもどうでもよすぎません？こんなの。こんな程度で鬼の首でも取ったかのようにこう騒ぎ倒すっていうのは、いかに日本がまだ平和なのか、っていうかこの人たちがまあ平和すぎるっていうことにして、なんか日本をボッコボコにしたい、ね、内側から壊したいのかっていうのがもうにじみ出ていてね、早いとここういう人たちは落としていかないとね。
しかしまあこれどこの国の人たちなのかコメントに国籍がなかったんでわかんないですけど、もうなんか程度が低すぎてね、賄賂を受け取ったんじゃなくてね、この桜を見る会でお金が足りなくて自腹で補填したんでしょ？うん、こんなのと横領やりたい放題、ね、完全に企業丸ごと私物化していたゴーンさんなんかが同じにもし見えるんだったら、よっぽど知能というか、まあ脳みそになんか欠陥でもあるんじゃないのって、そんな話ですよね。でもよく考えたら、この公職選挙法だと、この政治、教育集会の扱いなら、この場所代等をこう払うのは合法でしたよね。例えば一流ホテル、なんとかの間みたいな大広間だったらさ、800万ぐらいかかっても別に不思議じゃないと思うんですけど、ね、総理の秘書クラスがそんな簡単なミスを犯すはずないと思うんだけどな。とにかくね、この野党会話の言ってることやってることがくだらなさすぎて、で、おそらくね、この訴えた側もね、合法なのは理解してるんですよ。だからもういつものこれ印象操作ですよね。この報道でニュースになっていることで、なんとなくこの安倍さんのイメージを悪くしたい。ね、安倍さんに対して悪いイメージを、日本国民が安倍さんに対して悪いイメージを持つように植え付けようとしている。それができればそれでいいんですよ。ね、汚いですよね、やり口が相変わらず。今批判報道だけやって次第にフェードアウトさせていく。だって証拠も何もないんだからさ。だからもう盛りかけなんかでやっていた使い古された方法ですけどね、よく分かっていない人たちに対しては相変わらずよく聞くんですよね。こういうの気をつけたいですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。